やりたいことが見つかっていざとなってやるっていう時に、多分あなたを反対する人たちが現れてくると思うんだよね。どういうことかというと、ね、いや何やってんの、そんなの無理だよとか、ね、やめなよ、危ないよっていう人たちが必ず現れてくるようになってると僕は思うんだよね。で、どういうことかというと、これちょっと深いのよ。 Alright、 これは引き寄せの法則って聞いたことあるよね。ね、ちょっと怪しいよな。実はね、それね、全然怪しくない。なんかもうちょっとね、磁石の法則みたいな感じで、もう科学的に説明できるわけよ。ね、なんかこれ思ってたらいいことが起こります、そういうことじゃなくて、具体的に科学的に考えてみるわけよ。ね、どういうことかというと、ね、このプラスチックのボトルに水とオイルを入れてガーって振ったらぐるーって分かれるじゃん、ね、でも10分ほっといたらオイルが浮かんで水が下に行くでしょ。それだけの話なのよ、ね、あなたは前やりたいことをやってなかった人だったんだよね。だからある意味このオイルと水の話で言うと、あなたは水だったんだよ。であなたは今度やっぱ水じゃなくて私オイルになりたいって決めたんだよね。だからこの水がオイルに変化して今浮かぼうとしてるわけよ。で周りの人たちも水なわけやろ、ね、周りの人たちもやりたいことやってない人が多いと思うんだよね。するとおいおい何言ってんだよ、お前オイルじゃねえよ、水だろ、やめとけやめとけって言うわけよ。であなたを引き寄せようとしようするわけよ、ね、でもあなたは本当に水なのかオイルなのか、これ迷ってるっていうことなんだよ。わかるかい？だってオイルだって決めてたら、ね、あ、みんな心配してくれてありがとう、大丈夫だよって言ってもうサラサラサラって上がっていくじゃん。でもなんか引っかかってるんでしょ。いやー本当か、ちょっと、なんでそうやって私を止めようとするのとかね、特に親とかがやばいと思うよ、ね、よくあるケースは両親からの反対がでっかいよね。お前は水なんだ、ね、水でいると安心なんだよ、お前がオイルになったら危ないぞ、危険じゃとか言って、ああ私はオイルになりたいのに水で生きていかないといけないんだ、もうまさに、ね、水として生きる宿命かオイルに変わる運命なんだよ、ね、でこの最初の反対を乗り越えていく方法っていうのが実はあるんですよ、ね、これは何だと思う？もう人生の 99% はこれだけやってたら良くなるっていうことなんだけど、覚悟なんだよ。覚悟が必要なんだよ。俺は私はこの生き方で生きていくと、私には幸せになってもいい価値がある、私は自分を幸せにしてみる、うまくいくかは分からないけどやってみる、やっていいんだ、なのでやりますっていう覚悟なんだよね。でこの覚悟はさっきのオイルと水の話で言うと、このね、水なのかオイルが分かんないマラキュールがこうやってさ分子が動いてるわけよ、水なのオイルなので、この覚悟で水がオイルに変わるわけよ。これ英語で言うとインテンション、ね、行動の前に自分はこう生きていくって決めるっていう、その真実っていうか、その私はオイルでありますみたいな感じなんだよね。でこのね、今は水からオイルに浮かぶっていうか、ね、こうやって周りの人たちが反対して、ね、るかもしれないんだけど、このあと何が起こるかっていうと、あなたはあなたみたいなやりたいことで生きている仲間が いっぱいいる世界に入ってくるわけよ。でここでまた面白いことが起こるの。今度仲間がオイルなんだよ。仲間がやりたいことでやってる人たちは、だからちょっと転んでちょっと自信がなくなって、ああやっぱりもう無理なのかな、やりたいことなんて無理なのかなっていうことを普通に心配してたら、やりたいことをやっている人たちが周りに友達いるから、おい何言ってんだよ、そんなの大丈夫だよって
いや、よくある話、これはこうやったら大丈夫だよとか、ね、いやいやいや、大丈夫、それは勘違いだよ、うまくいってるよとか、ね、今度オイルがあなたが水にならないように守ってくれるんだよね。ね、だからこの周りの人たちがあなたを止めようとしてくるっていうのは実はいいことで、あなたはいいところに行っているっていう証拠なんですよ。で、自分のカンフォートゾーンを上がってきてる、自分の温度、ね、72度に住んでたのが72って英語だから、例えば、ね、18度の部屋が今度20度の部屋で生きていくみたいな感じで温度が変わってくるわけよ、ね、だから周りの人たちも変わってきて、この最初に動くっていうのは難しくて、周りの、ね、水がおいおいおい、お前水だろって、ね、やりたくない、やりたくないことで生きていく人生やろ、お前水やろって、あの世界危ねえよって、ね、ここはしっかり覚悟を決めて、これでやってみる、決めて、失敗してもいいじゃん、ね、だって自分を幸せにして生きていくっていうのは素晴らしいことだし、あなたにその価値があるかって言ったら当たり前にあるんだよ。あなたは幸せになっていいんだよ、幸せになろうぜ。だからそういう人たちが出てきたら程よい距離を置いていく、ね、説明しなくていい、納得させなくていい。で、ちょっと余計なポイントね、余計なポイント、自分がやりたいことをやろうとしてて、やったことがない人からのアドバイスを、まあ、聞き流しっていうか聞くのはいいと思うんだけど、誰のアドバイスを聞いた方がいいかっていうと、やったことがある人のアドバイスはちょっと真剣に聞いた方がいい。でもおすすめは一人だけじゃない方がいいよ。できれば 4,5 人やったことがある人たちと相談していく。で、中にはその 4,5 人いると一人だけなんか変わってることをいつも言ってる先輩とかもいるんだよね、実は。Alright、なのでちょっとね、分かりやすかったら嬉しいんだよね。そのあなたは水じゃねえ、俺オイルだって気づいて、自然に浮かぼうとしてて、周りの水がおい何言ってんだよお前水だろみたいな、それだけなのよ、ね、親とかもそうなのよ。まさに宿命と自分が選ぶ運命、どっちにするか。運命で行くんだったら覚悟をやるとマジ楽にできるよっていう話です。Alright, you guys, thank you so much for checking out the video. I love you guys, and I will see you next week. ありがとう。じゃあねー。